テルのエントランスのような雰囲気です。ここが会社？今月スタートした新番組謎町、今回はニンジニアスタジアムにやってきました。愛媛 FC の試合をはじめ県内スポーツの聖地ですよね。ところでニンジニアってどんな意味があるんでしょうか。ここ愛媛県総合運動公園はネーミングライツ、つまり命名権により2008年からニンジニアスタジアムと呼ばれています。でもニンジニアって一体何？愛媛に住んで1年余りの私にとって不思議なネーミングなんですが、うわー、すごい高級ホテルのエントランスのような雰囲気です。そう、ニンジニアスタジアムという名前は伊予市に本社のあるニンジニアネットワーク株式会社の社名に由来していました。アトリエや宇宙空間をイメージしたというオフィスは快適そのもの。1991年に創業したこの会社の名前にはもちろんエンジニアの意味も含まれています。しかしそこには皆さんもお分かりのようにある野菜の名が。ニンジンです。ニンジンです。当初10年ぐらいはシステム開発だけやってたんですよ。まあそのシステムエンジニアたちが、馬に人参の人参、人参になりたいっていうことは、社会が馬だとしたら、その30センチ前にいて、常に目標とされるエンジニアでありたい、常に社会の一歩前を走りたいというこの会社では、ご覧のようなオフィス用品を製造し、法人を中心にインターネットなどを通して全国に販売しています。中でもこちらのラベル製品、グループ全体で年間40億枚も生産するという主力商品の一つなんですが、実はこのラベルが品質管理の面にも大いに生かされているんです。それはトレーサビリティとは、商品の製造工程や流通過程が追跡できるシステムです。製造から販売までの流れが確認できるため、何か問題が起きた場合に早期の原因究明や回収が期待できる仕組みです。自社で作られたラベルに印刷されたバーコード、ここにはどこの紙を使用し、工場内のどのラインでいつ作られたかなど、製造ラインの情報がぎっしりと詰まっています。ではもし不良品が発生したらどう対処するのでしょうか。不良を特定して出荷をしない。物を作る場合、全てが完璧というのはどの分野においてもかなり難しいのが実情です。そこでこの会社では不良品をトレーサビリティで特定し、出荷を食い止めています。絶対起きないっていうことは想定してないんですよね。で、もちろんそういう努力もします。作る努力はするけれど、何よりも起きた時には特定して出荷をし、お客様のもとに届けない、このラベルが止めてくれるっていうふうな。このシステムにより、こちらで作られる製品の不良率は実に 0.005% という低い数値にとどめています。こちら御社の主力製品であるラベルが品質管理にも役立っているということですか。その通りです。ところでニンジニアネットワークではジーンズなどアパレル製品の製造販売も手掛けていて、東京南青山の一等地に店を出しているんです。さらに村上社長は2017年から愛媛 FC の社長も務めています。60歳を過ぎて一層、こうした様々なことに挑戦する活力の源は？活力はね、やっぱりチャレンジする心、チャレンジを楽しむ心に尽きると思うんですよ。苦しいんですよ。全て苦しいんですけど、まあ苦しいけれどもチャレンジして、ちょっといい結果が出たら、その喜びにやっぱり引きずられながら、新たなものにチャレンジしてきた。好きに走ってきたし、はい、これからも走っていきたい。